まあ、彼氏をキュンキュンさせること私何個かやったことがあって、それ教えてよ。これ結構すごいんですけど、はい、まあ、私のカルピは有村架純さんが好きなんですよ、うんうん、で有村架純さんが好きだから、あ、じゃあ私もなっちゃおうかなみたいな感じで、うん、まあ、有村架純さんのメイクって調べてで、あの有村架純さんのメイクを試しました。ダメだ、そろそろ有村架純さんね有村架純さん必殺じゃないんだから有村架純さん、ね、でちょっとハプニングが起こって、まあ、ハプニング有村架純さんのメイクをした時に私の携帯を彼氏がカルピが見る時があったんですよ。いいよ彼氏で、カルピが検索履歴を見てたら有村架純メイクっていうのをカルピが見ちゃって、うん、で、え、お前可愛いじゃんみたいな感じで言われたんです、うん、よかったじゃん。そう、つまり計算してないところが彼は好きなのよ。そうね、なるほど、うん、抜けてるもんね、計算見られちゃったりが。そう、一生懸命武装しすぎると逆効果かも分かんないね。ほら、南先生の教科書を間違った読み方する人がよく陥っちゃうところですよね。しかも同棲しない方が多分いいタイプだと思う。そう、しない方がいいです。絶対でもしたいです。で、そうやって相手がドキドキしてて、あのルアちゃんのことが頭にいたら、俺頭の中で一緒にいればもうそれ同棲だと思うんだよね。素晴らしいです、ローランドさん。あの、さっきから俺たちの答えちょっと上から来るよ。そんなことないんですよ。もし同棲するんだとしたら1日1時間黙る時間を作る。え、無理です、それは。